これよりメインイベントを迎えます。日本プロレス界の若き黄金タッグチームの登場であります。ストロングスタイルのレスリングを追求する2人、二冠王のジャンボ鶴田、そして新しいリングネームもすっかり板についてまいりましたタイガー戸口であります。リング上はすでにセレモニーの準備ができています。今日の相手は超ベテランのブラックパワーコンビを迎えます。このシリーズ文字通り黒い恐怖を全国各地で発揮しています。ブッチャーとフォーブラジルと対戦いたします。その日本が誇る若き黄金タッグチーム、まずタイガー戸口がリング上に登場であります。そして若き二冠王ジャンボ鶴田もリング上に今颯爽と姿を見せました。今日の相手は惜しくも PW ヘビー級王座ダッシュなりませんでした、あの黒い恐怖アブドラ・ブッチャー、そして黒人レスラーの総帥であります超ベテランココバットのほぼブラジルであります。北九州市総合体育館、本当に素晴らしい照明のもとリング上が浮かび上がっています。さあ黒い恐怖アブドラ・ブッチャーのテーマミュージックが流れてまいりました。吹よ風呼べよ嵐、文字通りブラックパワーが日本各地でブッチャー、そしてボーブラジル2人がその中心となってブラックパワーを物語っているようなファイトを展開しています。今日は2人とも超ベテラン、どういったファイトを展開するでしょうか。ちょっとお客さんが背中を叩いたようであります。目が光りました。ボーブラジルが登場、そしてアブドラブッチャーがゆっくりとリング上に姿を見せました。3本勝負試合に先立ちまして、日本テレビより両チーム並びにレフリーに花束が送られました。静かなセレモニーが行われたところであります。これより両タッグチームの紹介が行われます。22年を誇る超ベテラン、ボーブラジル。打倒ボブは惜しくもなりませんでしたが、ブラックパワーシリーズの中心人物、アブダラ・ブッチャー。来週の放送では、そのブッチャーとの一騎打ちを控えています、タイガー・戸口。そして、この試合はインタータッグ選手権試合の前哨戦にもなります。最終戦の大分大会では、ブラジル・ブッチャーの挑戦を受けます、ジャンボ・鶴田。1本目の試合が開始されるところであります。解説の山田さん、日本の若き黄金タッグチームが超ベテランのブラックパワーとのメインイベント、どんなところに注目なされますか。これはね、戦力的にはね、若い日本組に非常に分があるんですがね、はい、キャリアでちょっとね難がありますんでね、あんまりね油断してるとね一発かまされますよ。特にねブラジルブッチャー組はね、はい、インタータッグに狙いをつけてますんでね、何が何でもジャンボを痛めつけておきたいという気持ちもあるでしょうし、と同時にブッチャーにしてみれば一騎打ちをやる前に戸口を叩きたいと、はい、このねいろんな因縁が絡まり合ってるだけにね、今日の一戦非常に面白いですね。まず日本の若き黄金タッグチームはジャンボ鶴田が先陣を切ります。ブラックパワーコンビは超ベテランのボブラジル。まあ、試合前にですね、鶴田戸口の2人が言っていたんですけれども、今日は我々の若者らしいスカッとしたストロングスタイルのレスリングをですね、ファンの皆様に見てもらいますというふうにきっぱりと言ってましたね。まあね、はい、それはもちろんそのつもりでしょうけれども、果たして相手がそれに乗ってくれるかどうかですね。なるほど。さあ鶴田が仕掛けました。ベテランのボブブラジルの左のほっぺたに張り手一発。今のはね、はい、あのブラジルがレフリーに文句を言ってるようなジェスチャーをしてましたが、全然反則でも何でもないですからね。そうですね、いわゆるオープンハンドのスラッピング、平手打ちというのは堂々たる攻撃ですね。はい、その鶴田からタイガー戸口にタッチされました。全日本プロレス陣営に所属いたしまして、正式に2ヶ月目に入っているわけなんですけれども、まあ、放送の方ではこの黄金タッグチーム、前のシリーズ金沢での大会で1回あったんですけれども、2回目、まあ、2ヶ月目に入りまして、本当にコンビネーションがうまくいってるようですね。非常にスムーズですね、はい、まあ、あの体格的にもね大体互角ですしね、このコンビネーションワークというものは非常にあの高く買っていいんじゃないですか。まあ、今日もですね2人揃って、照準をどちらかというとこのブッチャーよりもブラジルに攻撃目標を絞りたいというふうに鶴田が言いますと、戸口が傍らでうなり
づいてましたね。やはりね、それはタフネスという点ではね、やっぱりブッチャーの方がありますもんね。そうですね、はい、ですから非常に攻撃目標として捉えにくいわけでしょう。アブドラダ・ブッチャーが140キロ、その140キロの巨体が今リングの中に現れました。来週の放送ではこの戸口とブッチャーの一騎打ち、鹿児島からお伝えいたしますが、さあブッチャーが飛ばしています。地獄突きからロープに飛ばしてカウンターの地獄突き、すごいですね。あのカウンターはね、ジャイアントボバも一発で倒れましたから ね、 そうですね。まあ、あの戸口がですね、ブッチャーと一騎打ちをやったのは去年のチャンピオンカーニバルで1回だけあるんですけれども、まあ、その時はあえなく敗れてますけれどもね。そうですね。おっと、おっと、サードロープを利用して後ろからブラジルが戸口を抑えていましたが、エルボーが決まりました。ジャンピングエルボーバットですね、やっぱり、はい。さあそのブラジルを今度は戸口が抑えておいて、ジャンボ鶴田が飛ばします。トーキック、ブラジルのストマックのあたりに入りましたが、ネックブリーカードロップに持っていきたいが、相手は何しろブラックパワーシリーズ、このシリーズブッチャーと連携をうまい具合につないでおりますボーブラジル、人間風車の体制に入りましたが、そういえばこのシリーズ人間風車を含んでのスープレックスがあまり鶴田選手は見られませんね。そうですね、このところちょっとね、ジャンピングニーバットの方はよく出てるんですけどね、さあレッグドロップを落としました。やはりこのシリーズミル・マスカラスとのタッグが多いわけなんで、メキシコ流のレスリングを展開していたんだけれども、今日はパートナーが戸口なので、まあのみのみと自分流のレスリングを展開したいというふうに言ってましたね。まあそれがね、はい、やはり鶴田君にとってはね、非常にいいことじゃないかと思いますね。まあ、あんまりメキシコ流に偏ってしまうと、はい、彼本来の持ち味ってのはなくなってしまいますからね。正式に次期シリーズ全日本プロレスの秋の陣ジャイアンツシリーズが発表になりまして、現役の NWA 認定の世界ヘビー級チャンピオン第54代になりますけれども、世界チャンピオンのハリーレースがやってくることになっています。やはりこの日本の若き黄金タッグチーム鶴田戸口を含めまして、本体のジャイアンツ馬場選手も、まあ、今回世界チャンピオンのハリーレースが2週間の日程で、日本にいるってことになってますので、まあ、その間にですね、日本が憧れています、その世界ベルト、やっぱり3人で取ってもらいたいですが、さあバックドロップ決まりました。これはどうですか。だいぶね、はい、投げ方はねちょっとスローだったんですけども、肩口のあたり決まりましたかね。まあ124キロのブラジルを高々と抱え上げてのバックドロップ、そしてタイガー戸口がサイドスープレックス、日本のオープンタッグチームが速いタッチプレー、そして大技を展開しています。なかなかコンビネーションは今のところいいですね。そうですね、鶴田がコーナーマット最上段からエルボーを落としました。そしてブラジルからブッチャーにタッチされました。外人サイド、札幌ではあの千の顔を持つ男ミル・マスカラスのマスクをズタズタに引き裂きました。そして大阪では馬場を散々痛めつけました。そして北九州のマット上、日本の期待の戸口鶴田をどのように仕掛けますか。さあドロップキック、しかし倒れませんね。おっとブレンバスター、ブレンバスターです。ジャンボ鶴田が140キロのブッチャーに仕掛けました。張り切ってますね、飛ばしてますね、ストロングスタイルのレスリングをじっくりと今日は披露するというふうに言ってましたが、さあそのままエルボードロップ、エルボードロップ3連発、4連発に入りました。カバーに入ります。ブラジルが入った、ブラジルが入りました。いやー連携プレーがいいですね、ここでねタッチしたのはいいですね、ちょっとブッチャーがグロッキーですけれども、この辺はまだまだスタミナ温存でありますが分かりません。大変の攻撃が続いてますからね、戸口のトーキックがブッチャーの額に繰り広げられます。あっとご覧ください、そしてお聞きください、ものすごい会長のわめき声という感じであります。どうでしょうか、あっと切れました、ブッチャーの額が切れました。早くも出血、4人の選手の中ではブッチャーがいち早く出血であります。もう何発食ってますか、ね、おっと脳天食い打ち、ドリラホール、パイルドライバー、ブラジルが入りましたが、その前にフォローよりも早くブッチャーが払いのけましたね、はい、カウントワンでね、あっさり跳ねのけてますね。
さあ出血いたしましたブッチャーでありますが血を見ますと暴走いたします。その額にトーキック大歓声であります北九州地層の体育館。しかし山田さんまだ分かりませんね。あ、分からないです、ブッチャーはね、これぐらいのことじゃ参らないですよ。さあロープで反動にしてその額へトーキック。まあ、休むことなくですね攻撃を続けてもらいたいですね。そうですね。さあカバーに入った。しかしカウントは1、先ほどと同じであります。カウント1で払いのけるということはまだまだスタミナ温存ですね、はい。そして人間風車の体勢、先ほどはブレンバスターが決まっているぞ。大きなお尻がサードロープに、サードロープに出ましたがブラジルが入ります。ブラジルが鶴田を自軍のコーナーに持っていきました。戸口が入りました。戸口のフォローがなかなかいい。ちょっとこのブッチャーが捕まっています。まあ全日本プロレスの次期シリーズの発表メンバーの中には、まあ、世界チャンピオンのハリー・レースもあったんですが、このブッチャーもいますね。そうなんです。非常にね、はい、執念深くね、日本に残ってですね、あくまでもねジャイアントパパの PWF を狙おうという気持ちなんでしょうね。そうでしょうね。さあ戸口のカウンターのドロップキック、鶴田のドロップキックとはまた一味違います。タイガー戸口、まあ、来週の放送ではいよいよこの戸口とですねブッチャーの一騎打ち、丸1年ぶりの実現ですね。そうですね、はい。これはねやはり非常にね今ねぐんぐん取っている戸口君にとって、はい、ここでブッチャーとの一騎打ちってね非常にね面白い試合ですよね。そうですね。なんとしてもやはり突破しなければならない大難関の一つ、はい、というわけですね。目には目をというふうに言っていました。その戸口からジャンボ鶴田にタッチ、スピニングトーホールド3回転、3回転であります。140キロの巨体を支えています。その足に攻撃目標を絞りましたジャンボ鶴田。おっとここバットです。ブラジルの世界一の頭突き。今みたいにね、はい、鶴田君が攻撃してるでしょ、そうすると自分のねディフェンスというものは守りが非常に不安定なんですよ、そういったところへ一体まともにね打撃を食らっちゃダメなんですね。さあそのスピニングトーホールドタイガー戸口がまた見せました。この辺は若いその切れ味のある技がタイミングよく出てますね。そうですね、非常にいい攻撃ですよ、はい。まあ、その反面外人サイドからいたしますとですね、最終戦の大分でのインタータッグブッチャーとブラジルのコンビネーションの調整が、まあ、このリング上で前哨戦として見られるわけなんですけれども、今のところどうですか。今のところね、はい、日本組の黄金コンビがね、あまりにもうまくいきすぎてですね、はい、ブッチャーブラジル組は手も足も出ないといった感じですね、そうですね。しかしその辺は落とし穴があるかもしれません。ヒップドロップタイガー戸口が痛めましたその左の足を押さえています。ジャンボ鶴田のヒップドロップ、早い展開早いタッチワーク、日本が誇ります黄金タッグチーム。スピニングトーホールドで痛めていましたその左の足にステップオーバーのトーホールド。まあ、外伝が伝えるところによりますとですね、まあ、世界のマット界も時代の流れが押し寄せてきているわけなんですけれども、インディアナポリスで日本にもやってまいりましたブルーザーブローディー、キングコングブローディーがディクサブローザーを破りましたからね。そうですね、非常にね、はい、アメリカのマット界風雲急という感じがするんですよね。日本ではおなじみのザ・デストロイヤー、はい、いよいよですねセントル、ミネアポリス、ミネアポリス AWH に流れ込みをかけましたね。なるほど、まあ、彼から の手紙によりますとね、ロビンソンなんかも非常に頑張ってるそうですね。なるほど、そういった外文もまた山田さんに伝えてもらいたいんですが、ちょっとリング上目まぐるしく変わってまいりました。タイガー戸口が捕まっています。ここバットです、ここバット。ほぼブラジルの22年間リング生活で作り上げました石頭、そしてやってまいりましたブッチャーが戸口を持ってきた。放送席の上にタイガー戸口の額がどうでしょうか、割れたようでしょうか。まだ出血が見られませんが、リングの中ジャンボ鶴田、そしてブラジルが仕掛けています。何しろ放送席はブッチャーの血が流れております。タイガー戸口の額が割れたようですね、割れたようですね。私どもの椅子はもうちりぢりバラバラになっていますが、ブッチャーがタイガー戸口を務めています。そしておっと、またもや放送席に持ってまいりました鶴田とブラジルが一騎打ち。お客様が持っていました杖を今度は凶器として取ろうとしましたね。そうですね、放送席はもう血の海であります。リングの中タイガー戸口、ちょっとコクバットで痛めました傷が心配されます。それから
ほぼブラジルの攻撃が執拗に続いています。どうでしょうか、大津大崎にやってまいりましたタイガー小口、額の傷が心配されますね。ちょうどね、大津大崎の机の角でね、額を割られたようですね。またではタイガー小口がトップロープから放り出されました。おっと、机の上に、そして椅子の上に、もう容赦ありません。来週の放送ではこのブッチャーとタイガー小口が一騎打ち。最前列のお客様がもう本当に怖そうに逃げました。超攻撃であります。完全にタイガー戸口の額が割れています。ジャンボ鶴田はほぼブラジルとやっている。4選手が入り乱れてリングの中には誰もいません。ブッチャーが超攻撃、やはりかなりですね、来週の放送の一騎打ちを意識してますね。そうですね、はい、もうすごいですね。ものすごい出血、ものすごい出血であります。そしてまたもや地獄突き、ブッチャーの地獄突きであります。タイガー戸口がもうグロキ状態、目がうつろですね。そうですね、相当、はい、ね、出血が激しいだけじゃなくてね、はい、傷口が深いんじゃないですか、はい、必要にブッチャーの攻撃続いています。あとはや放送先の机でも倒されました。この放送先の硬い机の角に体をぶつけます。ブラジルが入ります。ブラジルが入りました。ちょっとタイガー戸口の攻撃がかなりそのダメージ受けてますね。そうですね、今2人がかりですからね、はいはい。ちょっとジャンボ鶴田もですね、ここバットを食らって意識朦朧でありますが、4選手が入り乱れています。北九州市総合体育館、ちょうど西側の最前列、かなり執拗にブッチャーの超攻撃が続いてますね。そうですね、はい、もう完全にね、左手で喉を締めてますね。ブッチャー、そして戸口、さあ戸口だ。戸口が右のチョップ攻撃、そして目には目をの攻撃だ。目には目を痛めました。その額のギザギザの額の中にパンチ攻撃、そして両手で超攻撃であります。ちょっとブッチャーの表情も険しくなってまいりました。ものすごいパンチ攻撃、すごいですね、これはいいですね。やはりタイガーの口らしいですね、飛ばしています。やはりね、はい、相手が攻撃あるいは反則で来るならば目には目をでやってやるというふうに言っていましたけれども、なかなか飛ばしていますタイガー戸口。やはりね、はい、この馬力が欲しいですね。やはりこれがタイガー戸口の心情ですからね。はい、やはりね、ラフにはラフですよね。はい、このラフにはラフでブッチャーへの攻撃を仕掛けています。140キロのブッチャーに攻撃を仕掛けているタイガー戸口、なかなか根性があります。全日本プロレスのロッキー畑桃田3頭あたりが抑えていますけれども、さあちょっと注目してください。ハラーリングアナウンサーの今の放送ですとどうでしょうか、まだ正式には判定が出ていないようでありますけれども、かなりタイガー戸口がダメージ濃くなっています。そして目には目をでブッチャーへ攻撃を仕掛けました。ブッチャーの表情です、ご覧ください。おー、額はギザギザ、額はギザギザであります。額はギザギザ、ものすごい出血、そしてもうブラジルが近づいてまいりました。最終戦ではインタータッグ9回目の防衛戦としてチャンピオンの鶴田馬場組に挑戦いたします。このブラックパワーコンビ、ブラジル、そしてブッチャー、ものすごい表情であります。ものすごい表情、放送付き、ちょっと山さんこちらを睨んでますね。そうですね、はい、何をするか分かりません。エキサイトしてますからね、はい、ブッチャーが今リングの中に入ろうとしている。そしてタイガー戸口とまたやり合います。タイガー戸口とやり合います。放送席が本当に破壊されまして、今放送席がまた元通りに戻されようとしているんですけれども、もう西側の最前列は本当に乱れています。破壊されました。さあ、またもや戸口が捕まっている。そしてブッチャーに今度は鶴田が仕掛けています。どうやら2本目のゴングが鳴ったんですけれども、1本目は倉持さん、1本目の判定はやはり両者リングアウトという判定が出たようですね。やはり4選手が入り乱れていますので、両者リングアウトがという判定が下されました。あの場合、まあ、はい、こういう判定が出るのやむを得ないですね。やはり妥当でしょうね。わかりました。2本目のゴングが鳴りました。本当に入り乱れています。遅くなりました。両者リングアウトです。わかりました。これで1対1という正式な判定なので、やはり2本目日本の黄金コンビ、このブラックパワーを粉砕してもらいたいですね。そうですね、問題になるのはね、はい、やはり戸口君と、はい、それからブッチャーのダメージの度合いですね。なるほど、まあ、どちらがね、その打撃が大きいか、はい、ということにかかってきますね。まあ額を割られた後のですね、ブッチャーのものすごいダッシュ攻撃というものは破壊力がありますね。しかしね、はい、トムチ君も元気でしたね。やりましたね。ものすごい反撃を見せましたね、はい、ブッチャーに対してね。根性が欲しいですね。その戸口頑張っていますが、もう顔面は流血がものすごい、この戸口であります。ブラジルが飛ばしています。あっと、ここバット、
ひるむどころか戸口が行きます。ものすごい出血がありますが、あヘッドバット行きますまね。あの傷をね、あの受けてるだけにあの続きは応えますよね。ちょっとなんとか鶴谷タッチしたいですね。そうですね。さあそのままそのまま押し切って鶴谷タッチしたいところだ。どうだ、あっと危ない。あやはりグロッキー状態のまで力が出ないようですね、はい、あのやはりねブラジルもね、はい、そうはさせじと頑張りますからね。さあここでブッチャーが地獄突き、地獄突きであります。そしてヘッドバット、まあ世界一のその頭突きコンビがブラックパワーで結成したわけなんですけれどもね、この頭突きに耐えなければなりません。さあどっかり殺法です。エルボードロップ、ちょっと遠くが危ない。今右のね、ひだ蹴りを見せましたね。素早い反撃に移ります。戸口が反撃に移った。ブッチャーをロープに飛ばしたぞ。逆水平、逆水平になります。苦しいぞ、ブッチャーが倒れます。さあどうだ、逆水平なかなかのもんですね。いいですよ、はい、でね、ああいう風にねリードしたところでやっぱりね、ジャンボにタッチしなきゃならないですね、さあブラジルが入ってきたところをちょっと飛ばしています。クロスチョップですね、クロスチョップですね、はい、カバーに入りました。戸口が暴れています。戸口がラッシュの攻撃を見せました、はい、さあこれでタッチですね。ここはいいですね。さあお膳立ては出来上がりました。ジャンボ鶴田の登場、トーキック、ブラジルをロープに飛ばしてジャンピングにバット、ジャンピングにバットであります。124キロのブラジルがダウン。ブッチャーにも声を仕掛けた。カバーに入った。インタータッグの前哨戦としてはなかなかいい出来上がりであります。ジャンボ鶴田エルボーの連続、なかなかいいですね。吉野ならいいですよ、はい、197センチ、そして124キロ、ブラジルの巨体にコブラツイストを仕掛けました。ぐいぐいと絞り上げるとブッチャーが行く、ブッチャーが行った、地獄突き、ブッチャーの地獄突きであります。1本目は1対1、両者リングアウトということになりました。2本目に入っています。さあ戸口がまたもやブラジルに捕まっている。ロープに飛ばしてそのまま今度は攻撃を仕掛けました。まあ、キャリアの面から言いますと本当に22年、プロレスのですね真髄をこの黒い巨体の中に秘めているんでしょうね。そうなんですよね、まあ、とにかく、ね、はい、どんなにね乱戦になってもブラジルは慌てないですね、そういったところがね老快ですよ。さあまたもやエプロンのジャンボ鶴谷ヘッドバットを仕掛けました。ラッシュを見せます。今日はストロングスタイルのレスリングを十分に披露したいというふうに言っていました。さあどうだ、回転エビ固めローリングクラッチホールド、危ない危ない、ブッチャーが入りました。狂気シューズ攻撃であります。しかし今ね、はい、ジャンボの試みた、これはいいですよね。さあどうでしょうか、足を取ります、足を取りました、バックを取ります。そのまま抑え込んだぞ、バックそのまま抑え込んだ。どうですか、カウントは、カウントあったようですね、はい、カウントは3入ったようですね、はい、入りました。3本目入りました。そういたしますと最初は1対1でありますので両者リングアウトになりましたので、3本目タイガー戸口がほぼブラジルを抑え込んだ、カウント3ということになりますね。そうですね、はい、そうしますと2対1、はい、ブッチャーがちょっとフォローに入ろうとしたんですが、なんか一瞬ためらってましたね。なるほど、はい、そういたしますとインタータッグの前哨戦絡みに考えていますと、ジャンボ鶴田の仕上がり具合がいいようですね。そうですね、はい、そのジャンボ鶴田が飛ばしています。ブッチャーにまず仕掛けました。そして来週の放送、鹿児島ではこのブッチャーと戸口が一騎打ち、その戸口も行きます。今日の一戦ですね、出発してからの戸口の根性がなかなかいいですね。最初はね、ブッチャーのね、直攻撃でグロッキーになってたんですがね、はい、その後の反撃がすごかったですね。さあご覧ください、があれば戸口ですね。そうですね、戸口がやります、戸口がやります、戸口が仕掛けます。なかなかいい根性を見せましたタイガー戸口。いよいよ来週は鹿児島で一騎打ちであります。おっと、超攻撃を挑んでいるようです。そしてブラジルと鶴田がまともややり合っています。本当にメインイベント、あれに荒れまくりました。勝負の方は2対1、日本の黄金タッグチーム鶴田そして戸口が握っています。鶴田が今花道から控え室に帰ろうとしている。しかし戸口が暴れまくってますね。そうですね、はい、もっとやらせろというか、うん、おっとおっと、いやいや、鶴田がまともや戻ってまいりました。鶴田が戻ってまいりました、鶴田が戻ってまいりました。インタータッグの前哨戦絡みであります。
ブッチャーがご覧のように額にものすごい流血。さあ睨み合っています、睨み合っています。戸口とブッチャーがやり合う、戸口とブッチャーがやり合う。戸口のご覧のようにパンチ攻撃、ブッチャーの額にパンチ攻撃があります。ブッチャーがちょっとグロッキー状態でありますが、スタミナ温存でありましょうか。来週の放送ではいよいよ激突。まあ戸口とブッチャーの新しい因縁がここでまた生まれたようですね。はい、非常にね、あの今日のね戦いの中で、はい、戸口も燃えたし、またね今日やるということでブッチャーも燃えるでしょう。これはもう来週の一気にとっても面白くなりましたね。ですね、今日のメインイベント、ブラックパワーコンビのブラジルブッチャー組対日本の若き黄金タッグチーム鶴田戸口組、勝利の方は2対1、鶴田戸口組が握っています。ブッチャーとまた新しい因縁が生まれたようであります。戸口本当によくやりました。何しろブッチャーは140キロですからね。はい、さあ、はい、これが非常に興味ありますね。また来週の一騎打ちご期待いただきたいですね。大きな拍手で今迎えられました。リング上に凱旋いたしました鶴田、そして戸口の日本の黄金タッグチーム。まあ明日の日本のマット界を背負った2人の健闘がますます期待されますね。そうですね、はい、今日の試合は本当にねいい試合を見せてくれましたね。まあ次期シリーズはエルダイヤ認定世界一のチャンピオンハリーレースもやってまいります。本当にこの全日本プロレスの温帯ジャイアント馬場を含み、戸口鶴田の挑戦もですねぜひ、願いたいですね。そうですね、ファンもきっと期待してるでしょう。はい、そういった世界タイトルマッチの発表が期待されます。来週のこの時間が